かけめです。YouTube ユーザー様から教えていただきましたセブンイレブンのプレミアムスイーツですよね。やっとレジのお姉さんに聞いてわかったんですけれども、今日はちょっと手に取ったものが違うかって、雪いちごといういちご大福ですね。これはプレミアムじゃないんですけれども、今日はすいません、こちらのいちご大福の動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンで買ってまいりました雪いちごといういちご大福ですね。これは山崎パンさんが製造をしてセブンイレブンさんで販売しているという形になります。原材料名の方はこちらの方に記載ございます。ちょっとすいません、読みにくい漢字がありますので読み飛ばします。あとカロリーの方は書いてないみたいですね。カロリーの方は書いてないです。こちらが中身になります。どうなんでしょう、でっかいイチゴが入ってるんでしょうか。あ、触った感じはイチゴそんなにでかくないですね。ちょっと割ってみます。あー、イチゴちっちゃい、多分あー、グロいですね、すいませんイチゴが出てこない、イチゴちっちゃいです、すいません、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってちょっと汚くなっちゃいましたね。それではお味の方ですね、雪いちごのお味の方チェックしてみたいと思います。あ、いちご出てきた。いちごちょっとちっちゃいですね。お、おいしいかな、おいしいと思うんですけど生クリームだらけです。ちょっとそうですね、周りの皮は雪見大福的なその皮みたいな感じでもちもちしてて、美味しいんですけれども、あとなんか生クリーム食ってるみたいな感じですかね。いちごはちょっとちっちゃいです。ちょっともう一回チェックしてみます。うん、いちごの部分はめっちゃ美味しいんですけど、いちごこんなもんですなのでそうですね、これ1個200円したんですけど、ちょっとあれかな、具が少ないかな、生クリームだらけでちょっとしつこい感じがしますね。今度はそうですね、セブンイレブンさんのプレミアムスイーツですね。の方で、ちょっと、どんなもんかレビューしてみたいと思います。これは1個200円ということなので、ちょっと高いかなと思いますね。美味しいんですけど、いちごがちっちゃいです。2個くらい入れて欲しかったですね。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。